私はもう車好きを語るんだったら、オールデンしてないやつが入ってくるなと思って。はい、始まりましたメカニック TV。 今日も視聴者から質問が来ています。はい、一体カスタマイズにはいくらかければいいのか。ああ、チューニング系のことですね。チューニング、まあ、いろいろあるよね。チューニングカスタマイズ、ドレスアップなのか、まあ、ドレスアップもあるよね。なんかいじられてますよ、車。すごいいじるの好きなんですよ。もういつも貧乏チューンなんですけどとてもいいと思う。あれじゃ DIY ですよ。もう DIY でこんなことやっちゃっていいのみたいな。どれぐらい今までなんか車お金かけたとかあります？私は意外とノーマル。なるほどなるほど、純正派ですね。やっぱメーカーが莫大な、いや確かに開発した純正が一番安心じゃん。確かに。いやもう間違いないんですけど、やっぱ車高としたらかっこいいじゃんみたいな。まあ確かに、まあ用途によるよね。サーキット場に行ったりとかしてタイムアタックとかドリフトとか競技をやる車のカスタムなのか、街乗り家族とかもいて、うん、のカスタムなのかで全然費用変わってくると思うんだよ。ドリ車は結構こう実すごい金、お金かかりますよね。あ、ドリ店とか見てた？あ、そう見てました。ピンクのやつ、多分あれね、私3年ぐらいあれに携わってメカニックでしたけど、トータルいくらかかってんだろうね。まあ私の場合全部協賛。あ、なるほどなるほど、それはちょっと中東です。私は早く私に工具のスポンサーつかないと。でもね、私カスタムとかドリフトとか以前に車好きたるもの好きな色に塗れと思ってた。なるほど、まずはオールペンか。色か。結構高いね、オールペンってピンキリなんだけど、40万ぐらいかな、安くて。ちゃんとでもエンジンルームとかまで塗ったら相当高いですね。内側とかやると80万とか100万とか超えてくるだけど、初心者からしたらそれきつくないですか？もうちょっと手軽なやつはありますね。手軽で、なんか始めたいけど、なんかこれした方がいいな。でもやっぱさ、私はもう車好きを語るんだったらオールペンしてないやつが入ってくるなと思って。なるほど、中古で買ったらまずオールペンみたいなさ。確かに確かに。じゃあ40万からからからすごい、もっとコアななると。私中古車って今まで何台買ってるんだけど、全部フロントガラスを新品に変えてるんですよ。あ、そうなんですか。フロントガラスが汚いのがどうしても嫌で。あと、なるほど、まあ、磨けばいいんだよ、磨けばいいんだけど、なんか中古車で買ったらフロントガラスはとりあえず新しくし、ワイパーを絶対に動かさないっていうことしてる。もうワイパー傷を絶対につけないみたいな。絶対嫌なの。私もワイパーの傷がついてるのがこんな嫌で、だから雨の日に車に乗らないし。ワイパーをできる限り動かさない。動かしたくないんだけど、本当だったらもうカプラー取りたいぐらいだもん。だっていじっちゃった確かに、間違えてる。もうそれすらだから、あの乾いてる時に動いちゃったらもう最悪みたいな。私は、ね、結構フロントガラス綺麗にしたい、交換。あ、それはでもちょっと面白いですね。そういう人はあんまりいないけど、うん、私もしない。ちょっと飛び石で傷生えてても、まあしょうがないから。それは気にしますけど、あと4枚ぐらいは、あの上にあの太陽光が眩しくないように青とか茶色とかいろいろあるから、そことかを変える。でもね、誰にもバレないカスタムが好きなの。実は変えてますみたいな。このグレードだと、これ純正だっけみたいな。この色じゃないよね、ガラスみたいな。自分でやるのとね、あの自分はできないから工場に頼むっていうので費用がだいぶ変わってくるから、ね、まあ、まずできる、自分でできる DIY 結構いろいろあると思うから、そうですね、別にだってステッカー貼るってだけでもうカスタムだから、かかまずは愛着を持って、何かしらやる、まずは愛着を持って、オールペンとガラス交換。相当マニアックいや、それは相当マニアック。オールペンしていただきたい、車好きなら。これもじゃあちょっとということで、あのメッセージということで、これを見てるみんなはオールペンしましょう。ということで今日はここまで。皆さんメカニック TV いかがだったでしょうか。見てみて、メカニック TV ロゴとか T シャツができてる。これからチャンネル登録者数が増えればもっと面白いことができると思うし、私も整備士やってる子たち、これから目指してる子たちのためにいろんな活動をしていきたいと思うので、コメントよろしくお願いします。チャンネル登録もね、